サー・アーネスト・メイソン・佐藤は、イギリスの外交官、イギリス講師官の通訳、中日講師、中心講師を務め、イギリスにおける日本学の基礎を築いた。日本名は、佐藤愛之助。画後に、殺道生産。日本滞在は1862年から1883年と、中日講師としての1895年から1900年までの間を合わせると、 計25年間になる。植物学者の武田久義は次男。1843年、ドイツ東部のビスマールにルーツを持つソルブ系ドイツ人の父、デイビッド、イギリス人の母マーガレットの三男として、ロンドン北部クラプトンで生まれた。佐藤家は被告京都でルーテル派の宗教心厚い家柄であった。父親は、 兄弟で一番優秀だったアーネストを、ケンブリッジ大学に進学させたかったが、階級差別の激しい当時、中産階級出身の被告教徒が学位を取れる、保障がなかったため、プロテスタント系のミルヒルスクールに入学、1859年主席で卒業、宗教を問わない、ユニバーシティカレッジロンドンに進学、ローレンス・オリファント教著、エルギン教図い施設録を読んで、日本に憧れ、 1861年にイギリス外務省へ通訳生として入省、中日講師ラザフォード・オールコックの意見により、真のペ京キンで漢字学習に従事した。着任、式はと書かれた佐藤直筆の記号1862年9月8日、イギリスの中日講師館の通訳生として横浜に着任した。当初、代理講師のジョン・ニールは佐藤に 事務仕事を与えたため、ほとんど日本語の学習ができなかったが、やがて午前中を日本語の学習に充てることが許された。このため、当時横浜の上物寺で日本語を教えていた、アメリカ人宣教師、サミュエル・ロビンス・ブラウンや、医師、高岡要、徳島藩士、沼田トラサブ三郎から、日本語を学んだ。また、 公使館の医師であったウィリアム・ウィリスや、画家圏通信員のチャールズ・ワーグマンと親交を結んだ。佐藤が来日した直後の9月14日、ナモムギ事件が勃発した。ナモムギ事件及びその前に発生した第2次、東ゼンデラ事件の賠償問題のため、ニールは幕府との交渉に当たったが、佐藤もこれに加わった。ただし、当時の佐藤の日本語力では交渉の通訳はできず、 幕府及びイギリス公使館がそれぞれのオランダ語通訳を介しての交渉であった。佐藤が初めて日本語通訳としての仕事をしたのは1863年6月24日付の小笠原おさゆきのニールへの手紙を翻訳したことであった。撮影戦争前後1863年8月、生麦事件と第2次、 東前でラジ件に関する幕府との交渉が妥結した、あと、ニールは、薩摩藩との交渉のため、オーガスタスレオポルドキューパーテイに7隻からなる、艦隊を組織させ、自ら鹿児島に向かった。佐藤も、ウィリスと共にアーガス号に通訳として乗船していたが、交渉は決裂して、撮影戦争が勃発した。佐藤自身も薩摩藩船、青、高丸の打歩に立ち会ったが、 その際に五代、ともあ松木弘康が捕虜となっている。海戦後、青田高丸は焼却され、アーガス号も鹿児島湾沿岸の砲台攻撃に参加、市街地の大火災を目撃する。1864年、イギリスに帰国するか、日本に留まるか一時悩むが、起任した中日公使、オールコックから昇進に尽力することを約束されたので、引き続き、 日本に泊まることを決意した。オールコックは佐藤を事務仕事から解放してくれたため、ほとんどの時間を日本語の学習に使えることとなった。また、ウィリスと同居し進行を深めた。オールコックは日本国内の上位的傾向を軍事力を用いてでも打破しようと考えていたが、7月に長州藩の伊藤俊介と指示文太がヨーロッパ留学から急遽帰国してきたため、 佐藤は彼らを長州まで送り届けた。結局伊藤らは、藩主、毛利隆ー高近を説得できなかったが、この時から佐藤と伊藤の文通が始まっている。下関戦争では、四国艦隊総司令官となった、キューパー帝徳付きの通訳となり、A、フツ、ランの陸戦隊による前、田村放題の破壊に同行し、長州藩との講和交渉では、シシ戸競馬と編名していた。 高杉晋作を相手に通訳を務めた。通訳八2865年4月、通訳官に昇進。この頃から、伊藤や井上薫との文通が頻繁になる。この往復書館で、長州藩の内情や長州政党に対する、イギリス公使館の立場などを互いに、情報交換した。佐藤は、この頃から、殺道、愛之助。 薩ツ・ドーコン・ノスケという日本名を使い始めた。10月には新中日遅行し、ハリー・パークスの函館視察に同行した。11月、下関戦争賠償交渉のための英仏欄三国連合艦隊の兵庫沖派遣に同行し、神戸、大阪に上陸、薩摩半戦、古町丸の乗組員と交わった。この頃から日本語に堪能な、 英国人として、佐藤の名前が広く知られるようになった。英国作論1866年3月から5月にかけて、週刊英字新聞、ジャパンタイムズに匿名で論文を掲載。この記事が後に、英国作論という表題で、佐藤の日本語教師を務めた徳島藩士、沼田虎三郎によって、翻訳出版され、大きな話題を呼ぶ。 西郷隆盛らも引用したとされ、明治維新の原型になるような一文ともされる。英国策論の骨子は以下の通り、将軍は主権者ではなく諸行連合の主席に過ぎず、現行の条約はその将軍とだけ結ばれたものである。したがって、現行条約のほとんどの条項は、主権者ではない将軍には実行できないものである。独立大名たちは外国との貿易に、 大きな関心を持っている。現行条約を廃止、新たに天皇及び連合諸大名と条約を結び、日本の政権を将軍から諸公連合に移すべきである。横浜の退化の後、講師官が江戸高輪の戦岳寺前に移ると、近くの門領院で来日したばかりの二等書機関、アルジャーノン・ミッドフォードと同居した。パークスの訓令により、予定されている。 大名会議や長州政党の事後処理について、また兵庫開港問題や一橋義信の動向などについて、情報収集するために長崎を訪問した。1866年末から1867年初めに、かけて、鹿児島、宇和島、兵庫を訪問、大阪から来た、西郷隆盛と会い、薩摩藩の考えを聞いた。宇和島では、前藩主、伊達宗なりが、 英国作論を読んでいたことを知った。この頃は、まだ不十分な日本語ながら、ハリーパークスの通弁として、地方視察に同行し、各地で断反の通弁に当たるたびに記念に、金の輪を腕に増やしていた姿が目撃されている。吉信の外国講師駅検将軍となった徳川吉信が、大阪での外国講師駅検を申し出たため、その件及び兵庫開口問題などについて、 情報収集するために2月に兵庫、大阪を訪問し、その際薩摩の小松立脇ともあった。4月にパークスが吉信に配慮した際には、佐藤はその通訳を務めたが、パークスは吉信に対して非常に肯定的な評価を持った。このため、薩長との関係が深い佐藤は不安を抱いたようで、後に西郷隆盛の来訪を受けた際には、 幕府とフランスが提携しつつあり、これに対抗するためイギリスは、薩摩を援助する用意があるとまで発言しているが、西郷は、外国の助けは不要と謝絶した。また西郷から、議事院など将来にわたる日本の政治体制について、話を聞いた。大阪からの帰路は、チャールズ・ワーグマンと共に陸路を通った。掛川塾で、日光霊兵士の家来に移籍という理由で襲われたが、 無事であった。7月、日本海側の貿易港選定のため、パークスに随行して、函館経由で日本海を南下し、新潟、佐渡、七尾を調査した。佐藤は七尾で、パークスと別れ、ミッドフォードと共に陸路を通って大阪まで旅した。ミッドフォードと二人で、阿波を訪問する予定であったが、長崎で起きた、イカルス号水譜殺害事件の犯人が、 土佐藩主との情報があったため、阿波経由で土佐に向かうこととなり、パークスも同行した。土佐では主に、後藤祥二郎を交渉相手とし、前藩主、山内陽道にも越見した。土佐藩船、夕顔で、下関経由で、長崎に向かい桂小五郎と初めて会った。関係者との協議で、イカルス号水夫殺害事件における土佐藩や海援隊への権威は晴れた。 江戸で改正書教授、柳川春さんと信仰を持ったが、春蔵は後に中外新聞を発行しており、柳川との関係を通じて、戊辰戦争中砂爆破の情報収集にも当たった。一新前後1867年12月、大政奉還の詳細を探知するためと、兵庫開港の準備のためにミッド報道と共に、大阪に行き、後藤昌次郎、西郷隆盛、 伊藤博文らと会談した。1868年1月、兵庫開港準備に伴う人事で通訳としての最高位である日本語書記官に昇進した。王政復古の大号令が出されたために、京都を離れ大阪城に入った吉信とパークスの越見で通訳を務めた。戸場伏見の戦いで、旧幕府軍が敗北し、吉信が大阪城を脱出すると、 旧幕府から各国外交団の保護不可能との通達があったため、兵庫へ移動した。直後に岡山藩兵が外交団を銃撃するという神戸事件が勃発したが、解決のため兵庫に派遣されてきた新政府施設東久世道富とパークスらとの会談で通訳に当たった。その後、戦病症者治療のために大阪、京都に派遣されたウィリスに同行し、 西郷隆盛、後藤昌二郎、桂心郎、品川矢次郎、大久保利道らと会談した。神戸に戻り、神戸事件の責任者である、岡山藩士、滝善三郎の切腹に臨席した。外交団が、明治天皇に一見を行おうとした矢先に、堺事件が起きたが、同事件解決後に、京都に赴き、三条、耳、岩倉ともを訪問。 天皇越見の際もパークスに随行した。イギリス外交団が横浜に戻った後も、江戸で主に、かつ改などから情報収集に当たった。大阪でパークスの信任情報提示に同行し、この時初めて天皇に越見した。北越戦争下にある新潟視察とロシアによる、クナシリ島、エトロフ島占領の審議を確認するために、江戸地を旅行した。 1869年、パークスと共に、東京で天皇に再度謁見した。鹿で帰国するためオタワ号で、横浜を出港、上海、香港、シンガポールボンベースエズアレクサンドリアを経由して、イギリスに到着した。1870年11月、鹿を終えて、日本に戻った。1871年、鹿児島から上京してきた、西郷隆盛とあった。 大理公師アダムズらと箱根、江ノ島に旅行した。廃藩知見後、アダムズと岩倉智美との会談で通訳をした。アダムズとオーストリアの大役外交官ヒューブラーが、明治天皇と越見する際に通訳をした。アダムズと木戸高義との会談で通訳をした。木戸高義と愛新しい歓声である、大上官三院八将制について、説明を受けた。 アダムズと共に、岩倉と美とと愛、条約改正準備のための県外施設団派遣や、キリスト教解禁問題、日清修行条気をめぐる、公衆同盟疑惑について話し合った。関東一円を旅行した。この頃、日本人女性武田健と結婚した。1872年、アダムズと共に、公衆を旅行、さらに、ワーグマンを加えて、日光を旅行した。 鎌倉、江ノ島を旅行した。三位、大隈重信、後部、大輔、山尾洋蔵と共に、西国巡遊の旅行をした。横浜港を出港し、途中、下田、鳥場に寄港して、伊勢神宮に参拝。大阪、神戸を経由して、佐抜のコンピラ宮に参拝。長崎まで行き、大阪に引き返す途中、五福島神社に参拝した。京都を旅行した後、 中山道を経由して東京に帰った。箱根を旅行した。1875年2度目の鹿で帰国した。1877年1月に日本に戻ったがパークスの命で直ちに鹿児島視察に派遣された。鹿児島滞在中に西南戦争が勃発した。出陣直前の西郷隆盛にあったがほとんど話すことはできなかった。 1878年7月、新州、北陸方面へ旅行。長野県大町市から北アルプスを横断する、立山新道を経て、富山県富山市へ至っている。1880年に、長男、栄太郎。1883年に、次男、久吉が生まれた。同年まで日本に滞在し、三度目の鹿で帰国した。その後は、 シャム駐在総領事代理、ウルグアイ駐在領事、モロッコ駐在領事を歴任した。1895年7月28日、佐藤は中日特命全権行使として日本に戻った。東京には5年間勤務したが、途中の1897年には、ビクトリア女王の即位60周年式典のために一時、帰国している。日清戦争に勝利した日本は、 1895年4月17日に下関条約を結んだが、4月23日には三国干渉により、両党半島を清へ返還した。佐藤はその後の帝国陸軍、海軍の成長を目の当たりにすることになる。佐藤はまた、日本での領事裁判権が1899年に撤廃されるのにも立ち会った。 領事裁判権の撤廃は1894年7月16日に調印された日英通商公開条約に含まれていた。なお、佐藤の公認として日本に着任したクロード・マクドナルドが在任中の1905年に公使から大使に昇進し、初代の中日英国大使となった。1九百年から1九百六年の間、中心公使として北京に滞在。 ギワダンの乱の後始末をつけ、日露戦争を見届けた。北京から帰国の途上、日本に立ち寄った。1906年、枢密院顧問官。1907年、第二回ハーグ平和会議に英国代表辞席講師。引退後はイングランド南西部デボン州に隠居し、著実に従事。キリシタン版研究の先駆けとなって、研究所を観光するなどし、 後の南蛮ブームに影響を与えた。中日英国大使館の桜並木は佐藤が食事を始めたものである。佐藤という姓はスラブ系の希少姓で、当時スウェーデン領生まれドイツ系人だった父の姓であり、日本の佐藤姓とは関係やつながりはないが、新日家の佐藤はこれに漢字を当てて、さつみち、または佐藤と日本式に姓を名乗った。 本人も自らのせいが日本人に馴染みやすく、親しみを得られやすい呼び方だったことが日本人との交流に大きなメリットになったと言っていたという。武田健父親のデイビッドはラトビアのリガの出身で11歳から2年間ボーイとして戦場で働き、1825年にロンドンに移住、ルーテル派の信者となり、 同じ教会に通う大初人メイソン家の長女マーガレットと結婚、ロンドン島近くのジューリー通りに居住、土地家屋を売買する、金融業を営み、1846年にイギリス国籍を取得した。デイエビットには六男五女の子女があり、一族からは海軍軍人、貿易省、外交官などを排出しているが、兄弟の内大学へ進学したのはアーネスト一人である。 兄のエドワードも、アーネスト同様、オリファントの書物を読んで東洋に興味を持ち赴もいたが、1865年、上海で病死した。佐藤は、戸籍の上では、生涯独身であったが、1871年に、武田県を内妻とし、三人の子を設けた。県は、イサラ子の差し戻しの娘という説と、イギリス公使館などに出入りしていた植木職人。 倉本彦次郎の娘とする説がある。1884年には、麹町区藤見町を4丁目にあった、敷地面積約500坪の旧旗本屋敷を購入して、一家の住まいとし、佐藤帰国後も一族が暮らし続けた。佐藤の日記には、県のことは、OK、家族のことは、藤見町の隠語で記されている。県とは入籍しなかったものの子供らは認知して、 経済的援助を与えていた。第一子の女児は1873年に幼くして病没したが、二人の男児には経済援助とともに英語を学ぶよう推奨している。次男の武田久義が27歳でロンドンに留学する際は、その手配をし、植物学者として学ぶのを助けた。三年ほどの滞在の間、 双方とも登山を趣味としていたために時折連れ立って、登山に出かけた。長男の英太郎もケンブリッジ大学入学のため、都営したが結核と分かり、進学を諦めて、療養のため1900年にアメリカのコロラド州ラサルへ移住。農業に従事し、アルフレッド・ティー・サを名乗り現地の女性と結婚、サトウ大根の生産者として暮らした。 病のため生涯同地を離れることはなかったが、1906年に日本訪問を終えて英国に戻る途中に米国に立ち寄った父親と再会した。また、アーネストは裁判年は孤独に耐えかね、家族のいる日本に移住しようとしたが、病に倒れ果たせなかった。家族に宛てて日本語で多くの手紙を出しており、横浜開港資料館に所蔵されている。孫に、次男。 久吉の娘である長女の武田澄江、次女の林静江がいる。佐藤は通訳官としての年俸が当初わずか400ポンドであったと述べている。当時の為替相場は1ポンドイコール2.5両であったため、年俸は1000両ということになる。万円小判の発行により、1両の価値は従来の1、3程度になっていたとはいえ、少ない額ではない。なお、佐藤の場合、 当初は通訳制として採用されたために、年俸は200ポンドであり、通訳官に昇進し400ポンド、さらに500ポンドと増加し、通訳としてのトップである、日本語初期官に昇進した時点で700ポンドとなっている。日本語は来日後に宣教師や日本人から会話等を学び、書道も、続退から、お家流の書、高際単山から、空用の書まで学び、約半年後には、 幕府からの書簡をほぼ正確に訳すまでになっていた。訪れた先では必ず本屋に立ち寄るという愛書家であり、日本に関する内外の書籍を収集し、特に陳書マレ本のコレクターとして知られる。最も古いものとして、法治2年の王城住院があり、佐藤の蔵書コレクションは、大英図書館、ケンブリッジ大学図書館に保管されている。収集した古書をもとに、 明治14年には奈良時代からの日本印刷文化史をまとめた日本古印刷史を英文で上司している。日本で約4万冊を収集し、1万冊がケンブリッジに、3万冊が大英博物館に、少数がオックスフォードとロンドン大学に寄贈された。この多数千冊が日本大学に収蔵されている。佐藤は植物の学名で命名者を示す場合に、 アーネスト佐藤を示すのに使われる。ありがとうございます。